ニンジニアスタジアムではプレーオフ戦線生き残りをかけた大一番、プレーオフ圏内までともに勝ち点1差、8位愛媛 FC と7位ビファーレン長崎の直接対決。9試合負けなしから2連敗と嫌な流れを断ち切りたい愛媛は、玉林が2試合ぶりにスタメン復帰。一方、こちらも前節11試合ぶりの敗戦を喫した長崎は6人のメンバーチェンジ、ワントップのイオンジェは2試合連続ゴール中と好調です。過去の対戦でまだ一度も愛媛に負けていない長崎が序盤押し込みます。4分、こぼれ球をイオンジェが振り向き球のシュート。早速好調ぶりを見せつけます。さらに長崎12分、5月の愛媛戦以来のスタメンとなる岸田が J3 で得点ランキングを独走する兄に負けじとゴールを狙います。一方、リーグ最少失点を誇る長崎相手に攻めあぐねるホームの愛媛は36分、セットプレーからチャンスを作りますがシュートまで持ち込めず、結局愛媛は前半シュートゼロに終わります。後半に入っても先にチャンスを作ったのはアウェーの長崎。58分、コーナーキックの流れから黒木のクロスにキャプテン高杉が合わせますが枠を捉えられません。リードを奪いたい長崎は67分、東を下げ J リーグデビューとなるルーキー北川晃平を投入します。その4分後、巧みなパス交換から最後は北川が引きつけてラストパス。しかし岸田、ゴールにつなげられません。さらに長崎は74分、フリーキックのチャンスにサインプレーから神崎がダイレクトで狙いますが、愛媛キーパー小玉が素晴らしい反応でゴールを許しません。なんとかしのいだ愛媛は後半アディショナルタイム、スローインから途中出場白井のクロスにこちらも途中出場西田が飛び込みますが合わせられず、試合はこのままスコア動かず、昇格プレーオフ圏内の6位と1差の勝ち点52で並ぶ両チームの対決は共に譲らずドローという結果に終わっています。